家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている千田です。今日は1月の根菜栽培のポイントについて紹介していきます。根菜は収穫の時期となります。根菜野菜は冬場の畑で保管できるのでかなり重宝する野菜です。また大根などは漬物や天日干しなどがやりやすい時期となります。春まで栽培したい方もいると思いますので、冬の栽培についてもご紹介していきます。最後に質問にも回答していきますので最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。では現在の畑の状況について説明していきます。こちらは赤大根、品種で言いますと紅サンタという中型の大根となります。そろそろ収穫の段階となっています。今年は昨年に比べてアブラムシなどの被害も多く、全体的にはあまり大きく育っていないような感じがしています。しかしこちらの紅サンタはそれなりの大きさにまで成長してきました。育ってきましたら収穫時期を逃さず収穫をしていきましょう。こちらは天王寺株です。かなり大きくなってきていますので、そろそろ収穫のタイミングだと思います。あまり残しておきますと中に巣が入ってきたりもしますので、取り時を逃さないようにしましょう。こちらの株ですが、真ん中の成長点を見ますとアブラムシの卵がついているようです。すでにここまで株としては成長してきていますので被害はないと思いますが、周囲の野菜にも被害が広がる可能性がありますので、しっかりと駆除しておいてください。ではポイントの一つ目です。一つ目は収穫作業です。収穫作業は取り時が遅れないようにしていきましょう。収穫が遅れてしまうと遠立ちしてしまうことがあります。また霜に当たってしまうと傷んでしまうことがあるので注意しましょう。それでは収穫していきます。このようにミニ大根を収穫することができました。大根や人参などは食べきれない時には縦に植えて保存しておきましょう。横に植えてしまうと成長してしまうので縦に植えられる深さで溝を掘ります。植える際には葉をカットしていきましょう。大根は鮮度を保つために葉っぱの部分はカットしておきます。葉をカットしたら土に戻していきます。先ほど掘った大根はだいたい 2,30 センチの長さでしたので、穴もその長さに合わせて 2,30 センチ掘り下げていきます。複数埋める場合には野菜同士がくっつかないように間隔を空けて掘っていきましょう。大根を植えていきます。必ず縦にして埋めていきます。このように保存すると長期間鮮度を保つことができますが、早めに食べるようにしましょう。皆さんもぜひやってみてください。ポイントの2つ目です。種まき作業と防寒作業です。人参やミニ大根の三太郎などはこれから種まきをして栽培することもできます。発芽適温と生育適温を確保するために防寒対策をして栽培をしましょう。ではこちらをご覧ください。こちらの畑では防寒のためにビニールと防虫ネットを二重でかけています。こうすることによって夜間の冷え込みが和らぎ適温を保つことができます。結果として今中で栽培がされている株はかなりこの時期としては大きなものとなっております。こちら東京の地域ではこの程度の対策ですが、さらに寒い地域、積雪などがある地域は二重ではなく三重にかけたり、または不織布を上からかけたりするなどの対策を取る地域もあります。ぜひやってみてください。それではポイントの3つ目です。それは害虫駆除です。アブラナ科の大根にはアブラムシがついていることがありますので、放置せずに撃退するようにしましょう。防寒していると中で増殖している可能性もあるので、栽培中の大根や株は日々チェックして害虫を撃退しましょう。葉が密集している根菜の葉には油石鹸水が効果的です。ぜひ試してみてください。それではチェックをして油石鹸水を散布していきます。こちらの方に油石鹸水を散布して駆除していきたいと思います。このまま15分程度放置します。散布し終わった後にはじょうろに入れた水などで
十分に油石鹸水を落としていきます。油石鹸水が残ってしまいますと表面がベタつき生育に悪い影響を与えてしまいますので、水で十分洗い流すようにしてください。ポイントの4つ目です。収穫した野菜を天日干ししていきましょう。大根、カブ、人参などは食べきれない時には天日干しをしてみましょう。細かくカットしてカゴや干し網ネットに入れて乾燥させてみましょう。1週間も乾燥させれば天日干しの野菜はできます。1月は腐敗、カビ、害虫が発生しないので実施するには最適な時期です。それでは天日干しする大根を切っていきます。私の場合は薄くスライスして天日干しをしたいと思います。お好みによって、切り干し大根のような、切り方で干すのもいいと思います。切り終わりましたら、このような網やザルに入れて天日干しをしていきましょう。今の時期ですと日の当たるところで1週間ほどで出来上がると思います。皆さんもぜひやってみてください。それでは質問コーナーです。こちらの冬にできる害虫対策についてコメントをいただきました。熱湯消毒したら良い微生物まで死んでしまいませんか、というコメントをいただきました。微生物は熱湯をかけた直後は死滅しますが、春になるとまた増殖してきますので問題はありません。熱湯消毒をしてまずは害虫を駆除しましょう。微生物は戻ってきますので心配しないでやっていきましょう。ぜひ頑張って土作りを行ってみてください。今日は1月の根菜栽培のポイントについて紹介してきました。このチャンネルが面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。